さあ、まもなく最後の試合が始まろうとしています。この世界王者の座をかけてリジェクト、GG が戦ってまいります。誰が7度目の世界大会のトロフィーを掲げるか、最後まで見届けましょう。 Are you ready to witness the clash of the finals? Let's see who will win the final trophy. The ultimate battle of Konami 7 has officially begun. チームの歴史上、大会でここまでの戦績は初めてで、決勝の舞台に来るのも初めてでした。ただ今回はここで終わりません。 GG は確かに強い相手として映っていますが、チャレンジャーとしてリジェクトは全力を出して頑張ります。ついに始まるか、楽しみすぎる。行ってくれ。あ、来た。真実はいつも一つ。リジェクトは杉野純。一斉のでRC ニョービー。ついにピーターが喋った。うわー、喋ったよ。ピーターがマイクパフォーマンスをコナンか。歩いてるよ。前を歩いてる。前歩いてる。パフーさんの前を歩いてる。いやすごいですよ。うわー、やっぱ決勝相手 GG っていうのがやっぱりなって感じよな。が似合うプレイヤー、ピピシャね、もうみんなからもう応援されてるよな。ハンターとして COA の優勝経験がございます。ハンターで COA 優勝してて、サバイバ転校生もう優勝一歩手前まで来てんねんで、しかも多分サバイバーマジでトップレベル、チェイス伸ばすことしか知らん。でこれマップどっちが取ってんのやろ。おい、していきましょう。リジェクトからピーター選手、ファーストファーストファースト、4追率 67%、 勝率も一番よ。このグラフ見てください。ファースト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 、これをデータ上ではもう最強ハンターです。恐怖なんていらんから、この GG サバイバー相手に最強ハンターや。君で勝てんかったらもう勝てん。大丈夫だったの。うわ、リジェクトからやん。おおし、おいしい。マップ取ってる。ホーム側取ってんぞこれ。はい、 GG のキャラ心理学者です。これが GG です。この心理が牙を向いてくるんよ。めちゃくちゃ安定感増すんよ、この心理のせいで。さあ行こう、オペラで行こう。シンプルな取り方、シンプルよ。人格どうやねんこれ。患者左上か、患者左上、仲なりなし。右下進出鬼没ね、危機一発2人。なるほど、仲直りなし2人やな。庭師も仲直りないな。始まるぞ決勝戦が、ついに行こう。ついにたどり着いた決勝戦、偉業達成最後の関門、中国本土の強豪 GG を超えて優勝なるか。リジェクトからピーター、まずは先制攻撃に挑みます。終点のチェイスからピピシャとのワンワン。ピピシャや、鍵詰め、降り立った先、影は近いがどうだ、届くか。ここでクールタイム入ってしまいましたね。惜しい惜しい惜しい。少しスタートダッシュはサバイバー側に流れがあるか。はい、ただピピシャもそこまで強いポジションではないですよ、ここは。うまい、サイトの読み合い、釣り割れている板、ダメージは、よっしゃ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 。ダメージ与えられずにこのポジションに潜り込まれるのが嫌だったので、うん、そう、ここまではいい滑り出しだと思います。移動が早い、移動が早い、移動が早い。爪は残り2つ、落ち着いて板を割ってから、うまい。さあ追走は読んでいた、クソうまいだ。ピピシャが伸ばします。いや、残影の残し方いいですね。板を隔てての鍵詰め、強い使い方してきますね。そうですね、まだ1個残ってんねんな。ここまで来れば鬼没圏内にはなりますよ。ちょっと鍵詰め使わせたくないよ。さあ最後の板を隔てた読み合い、鬼没に合わせる。おぶれー、何やねんそれ、なんで合わせんねんピピシャ。危な、今の板乗り越え間に合ってたら鍵詰めでまだ伸びてたわ。何してんねん。はい、野人は端上をとにかく先に上げたいという、ハップな、そうですね。ただここまで終点側の暗号機3体まだ触れられてもいないので、ここからよう当てたな今の恐怖。
が、ね、ギリギリやわ。どこか一つを上げないといけませんよ。庭師が窓枠乗り越えて加速を使って椅子前カゴを張って近いところ当選簿して救助成功。完全のダウンは取ることができました。うわ、では庭師に一撃与えておきたかったところなんです、ね、いやだ、鍵杖残ってるしな。強みですよね、カゴを張りながらの救助。待って、うますぎるって存在感はマックス。無傷かよ。はい、そして今回はその距離感もうまいわ。与えていたとしても心理学者がいることによって結局健康状態にはされてしまう可能性があったので、まあそこもピーターは深く考えずに、とにかくじゃあこの患者だけは逃がさないようにという意識はあったでしょうね。だいぶこれでじいじ安定して3人通電から、まあ訳の展開も狙える。うまいな、シーバー。うますぎんか。回されてたんですね。失礼しました。終点側の暗号機触られていましたね。マジで。うわ、これ固まらへんな。暗号機も固まらんわ。ちゃんともう話してるわ。うますぎる。ちゃんと危機一発2個入れて。クーラン上げたら終点側と始発側で回すわ。板の読み合いは制していきました。アイテムを使わせません。患者のダウン。やばいな。落ち着いて。はい。野人も。いやー綺麗なー。そうですね、まず飛ばしてからという後半戦になりそうです。ここからの暗号機守り展開になるわけなんですけど、そこまで月の囲いで一番暗号機が離れているという。大丈夫大丈夫、引き分け以上は取れるのでピーターなら守ってくれそうな予感はしていますね。2階建て新規手をかけ始めましたサバイバー。負傷状態の野人の位置がつかめるかどうかですが、ひとまず板を割ってから。特殊のクールタイムは残り8秒、間もなく。いやそうやな、3負傷しても大丈夫やからな、心理学者。ダウンが欲しいという状況。終点強固時2台を回し、安定の。いやでも移動うまい。心理学者移動うますぎ。体力はマックス。それ3のゲームを残しています。はあ。再生したのはサバイバー。フーランの読み合い本当に強いですね。なんで当たるんいたそれ。動きを守りにかかるピーター。飛んだのは終点。にましダメージは通りました。やば。え？あ、これちょっと。シーバーが反応しきれていません。うん、シーバーおかしかったな今の。街道で飛んだ木の音が聞こえ始めましたね。やっぱ続きからね。始まりました。おお。あら。大きい。あら。早めのダウンとなりました。はい。その裏で心理学者は野人の体力値を回復。体力値がまだ やっぱ心理安定するなこれ。だけ行くわけにもいかないですからね。行くんですか。まあ少し体は見せて、ただダメージにまではつなげられないでしょうね。今マント消えてたけどな。呼び込むための動きだと思います。まあ瞬間移動を少しでも貯められる。そうやな、クールタイム貯めれるから、うんうん、こうして一瞬手を離させるだけでも、5%から 10% ぐらいの圧にはなりますか。でかい、 10% 圧かけるだけでもう全然違うから。ポジションでこれは相性が悪い。ダメージは通らず。これしかもこれパパの加護許容して体力圧を優先していくピーターです。半分救助が間に合ってしまいましたね、それでもいいという判断を取っていきました。移動はいや、相手の弱いサバイバーたちでもありますからね、はいはい、移動はいや、ダメージレースに持ち込みたいと。えぐ、はい、ところでしょうか。心理学者にまずは1ダメージ。2人回しなので思いのほか回るのは早い。いやー回っちゃいそうやな、さすがに。現在 85% 88。ゲーマー待機までできちゃうな、心理学者。待機は完了しているでしょう。庭師は離れ、ただ野人は上げられない。一撃受けてから通電となりました。いや即死はあるぞ。硬直を作ってからとなりましたね。しかある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 、マジでこれ即死取れたらある。野人が大活躍できるポジションではありません、よし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 。うわぁ、うまい。バックハッシュでクーツアワーダウンを選択となりました。ただタクトさん瞬間移動帰ってきてます。はい、クールタイム上がっています。どうする、難しい。ちょっと3人ずり場ある。シーバが逃げるかどうかですね。逃げるかどうかですね。庭師3人ずり場あるけど、すぐ張れる状態なので、うん、過去張れちゃうよ。の駆け引きに勝つことができるかどうか。今すぐ飛ぶしかないか。かなり早めに。いやもうまだ超えたな。野人を釣って板を割って瞬間移動は使っていきました。庭師が目の前に来たタイミング。ただカゴのボディブロック、ボディブロック脱出が、ハンターに釣り、サバイバーに逃げの引き分け。やはり勝ったかもしれない GG。 そうですね、手が高かったですね。いや4釣りしたかったやろうな、ピーターちゃん。この分けは GG 見事やな。
もう崩れないわ、はい、うわー、後半深夜ウマン来ま す, うす、ね、もう絶対に庭師狙われるわけにはいかなかった。ゴリゴリ3つに狙ってくるね。サバイバー集中してるね、アイボリさん。その勘どころが人って、うん、ラオリさんが特に集中してる。そばさんはリラックスしてるな。シティさんはいつも通りやな。続きましてシティ選手です。はい、シティ選手。シティさん、そばさん、めちゃくちゃいつも通り。そばさんに関してはなんかもうやっぱり王者あふれる、はい、貫禄あるわ。武器ですし、与えてくれる存在ということでございます。おい、バケモンハンター来た。続きまして、全部のハンター BO3 BO5 全部勤めてきて、腰釣り率 56% です。この人を抑えないと話にならんぞ。ハリンを使わせる庭師わえー、コーンジ来るの先行ピックですらしいよ。リジェクトらしいよ。ただシアンウマもらしい動きされたらもうシアンウマ破壊しちゃうからね。選択ベイ、うわ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 、ここで変なことしてきたな。おー、えぐい、えぐい、これやばいかも。パワーですからね。確かに月の川公園、ね、ベインを潰そうって思ってまたどうなるか。左右でしょう。視界手はもう左右難しいよな。しか、しか相手に引き分け。月の川公園。公園じゃなかったらな。でもあるかなと思う。鬼没採用です。今年フラホ。一発は一等航海士、そして今時全員仲直りはありますね。そして今年がフライホイールですか。今時も。確かにこれ野人やったら結構終わってたね。一等航海士でよかったかも。ありますね。引き分け。シアウマの鹿の引き分け。でもだから月の川公園ほぼ4連れしかしてないこの人。第1ラウンド後半戦、ジジイからシアウマの。わ、かっこいい人や。在カリウドラウンド1から使用してきました。対処できるかリジェクト先から。うん、いや、もう乗った方がいいよな。やっぱり乗りましたね。うん、2駅目の到着、断在カリウドも間に合ってはいますが。どういうルートどうなんやろう。結構絶望じゃない？はい、落下地点のトラップから。うわ、耐えれんな。入ってきました。カゴは破壊。これ2回目のジェッコってさ、何分かかるんやったっけ。っていけそうな。そうですね。今回ではありますよね。ここで粘って時間を稼いで、そしてジェットコースターを振れてます。はあ。乗れる？乗れる？乗れる？できました。まだ少し早いという判断のラオリー、奥から回っていきますが。あ、無理やな。ジェットコースターを封鎖していく動きです。はい。いやー、うまいわ、追い方。トラップに対して答えがないので、まあ、このポジションで粘るしかない。そうですね。庭師のダウンを出した試合開始1分。うまくね。やっぱりこの月の川の断崖カリドっていうのはサングリアよりも早くダウン取れちゃうこと全然あるんですよね。全然これオペラより早い。見捨てるかどうかという判断になります。かなり嫌なことはされていますし、またそのそばもこの展開ならロボット引くかなと思ってたんですけど、まだ出していないんですよね。まあ、今開けてない箱があるので、この箱でロボット出すことができれば回復信号銃取ってるな、そばさん。もう完成やね、これ。まあ、状況に対応できるように選択肢は豊富に持っておこうと。そうですね。まあ、ただこの試合展開だと終点側に暗号機固まることはないんですね。なのでそのハンターとしても暗号機守りの展開を作るのは少し難しいかなと思って。9割いくかな。かつやっぱりその終盤に強く動かさせないために、存在感はできるだけ溜めないような動き、サバイバー心がけてるんじゃないかなと思います。なんかすごいすごいすごい、なんかすごい動き方してる、ね、リジェクト。はい、おそらくオペラ歌詞戦を想定していた庭師のこの一歳期の長さ、はい、アイボリーさんが、ね、あーなるほど、ちゃんと歌種にも振られて2回立て回して寄ってきた。救助に9割いくんや。判断となりそうです。はい、引き一発が2枚残って先に行くパターンね。でもこれ存在感マックスになっちゃうけどな。チェーンを狙っている。うまっ瞬間ギリギリの一歳期、うまい。成功、庭師のダメージとなりました。いや、いい、伸ばせ伸ばせ伸ばせへんからいい、全然いい。よく救助しきりましたね。ここで救助して危機一発発動、消炎給油も使うことによって、はい、ハンターをでかいでかい、これ 0.5 ダメで耐えたのでかいぞ。これでじゃあ始発側の暗号機を安全な時間で、今の救助よく決めたな。シアウマもう殴らへんって決めてた。そうはさせないぞと。怖っ、引き寄せではありますが舞台は終点。パペット引き当ててめっちゃいい球じゃね。はい、この包みも使用して、シティさんの位置がバレていくと。ちゃんと一発引きなんじゃないですかこれ。信号銃も当ててますからね。うん、お前ロボット信号銃、これ美味しいな。ガ
っていくのは終点方面ですが、機械人形のミナリが、まあ、博士切れてないからな。刺さるか。いやいいですね。ロボット仕事しよう。ミナリさせようぜ。さ策的に入るかしやま。いいよ。瞬間移動。強化の暗号機を守りにかかります。ロボットいいよ。アイボリー、ホットショー。アイボリーさん、助けて。助けてアイボリーさん。減速を加えつつ。あーうますぎる。うまい。あーいい。チェンクローはクールタイムに入りました。よし。ナイス。マリア、おーしゃ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 ー。でかい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 。先倒しですね。一発耐えた。あともう一発、あともう一発、あともう一発。無理、絶対無理、絶対無理、絶対無理。オーケーオーケーオーケー。暗号機は残り2台、現在 40% の進捗。ナイチナイチ。2人で回して、ロボットで解読からの2人で回す。暗号機を守りにかかるハンターです。ああ、ちうまいな。守るタイミングうますぎんか。視界に捉えたのはそば。これ瞬間移動のクールタイム貯めるんやな。あーえー、ぐダメージは通っていきました。これで全体 0.5 ダメージの付与です。エグすぎ。変化のダメージとなると信号銃打てないのが厄介ですね。エグすぎるこれ。相打ちとなってしまいますからね。いや立ち回りうますぎかよ。回らんな。ところで再び追っていく対象は骨董商へ。めっちゃいいタイミングで守ってんな。存在感はマックス。機動力は高い。二人でもうガン回ししたろうっていう時に、負傷状況なんです。あのままアイボリさん行ってくれたらめっちゃ一気に回るんやけど。さあチェンクロー。うわエグ。当たっていきました。罠を壊している隙に距離を詰めてきたシンアウマンです。さらには2階建てには地下もある。無理やり。うわーマジ。もがけ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 るか。さすがに。ああできません。パペットと一等公開士で終点の暗号機を回しながら、もうこれこのまま通電か。えぐいこの人。タクシーしかないですかね。ここ通れへんからな。うわーもうえって。この匂い向かっていくそばの元。もうそれもうバレるのエグいわほんまに。長すぎ1分間。通路にしっかりとトラップを置いた上で、はい、ターゲットをそばに移していきます。なしでいいわ。チェンクローも空振ることはありません。捉えた。ポンジのダイ。かなり苦しい状況ですね。やってるわそれは。公開時だと。そうここ抜けられないんですよ。かかるしかないです。入口の罠は引っかかってきましたが、ただ救助はなんとかすることができるでしょう。なー、はい、そうですよね。そうですね。危機一発は発動するんですけど、外出る頃には間に合う。確定してしまいそうな状況ですね。出れねえよ。狙っている。しっかりと見てから。おい落下狙ってる。どちらかは鈍化。まず鈍化、まず鈍化、鈍化入れて出させへん。フライホイール。うわ惜しい。伊藤公開し脱出できるか。ダメだ。逃げていくも一ダメージ。落下位置にはトラップがある。嘘だろ。降りた。おいマジか。トラップは当たってない。当たってない。でもチェーンが上がりました。チェーンが溜まってる。距離を詰める。絶望の鈍化。リュードのチェーンクロー。伊藤公開しのダウン。うわ強いよ。ダウンとなっています。地は近い。起死回生は残っている。可能性はまだ残されています。いや強すぎる。さすがに一逃げ、一逃げができれば。はぁー深夜馬強よ。もう何もアイテムないもんな。うわここでもかかれん。うわなるほどね。無駄ない動き、ね、無駄ないな。いや再び骨董賞はダウンとなります。ここで強すぎる。伊藤公開士ここで伸ばすしかない。シティのチェイスです。ダメだ。ジェンクロー距離を詰めて。この人強すぎる。暗号機の元へ。懐中時計最後のアイテム。よし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 。クールタイムに入りました。はい。無駄ねー。暗号機へ。そこトラバサビ置くの無駄ないな。入っている。時間はかなり稼げています。当てそうなんやけど、ね、ただまあハッチ逃げを目指すなら失血死まで貯めなければいけないので、まだまだ稼がなければいけないんですよね。はぁ、え、それ当たんの。一等公開士は起死回生をすでに入っています。あとはこの骨董賞が。うわよう見つけるな。出てきました。すごっ。 GGC アウマ、やはりこのハンターは強い。
それ見つけますか。ポイントリードは GG です。1セット目ぐらいいいよ。非常に強力なあげよう。この断崖下流度を出せる。2セット目1個取ったらいいんでしょ。これ3戦目まで毎回しか見なあかんからな。そうですね、狙いどころ本当にもその3戦目までしか番できんくて、空振りしないで、でマップが永眠帳とかやったらハリーも見なあかんくて、はい、ボンボンもあるよね。思うんですよ、はい、これ2戦目どこ取るんやろう、はい、GG、はい、このハンターを止めるリジェクトサバイバーを見たい。見せてくれ。あと1本。なるほど、今度はサングリアで来いという指定なんです。サングリア来させる。来ますか、ね、なんで先ベイン版やねん、おかしやろ。あーシアウーマン、コケムラハリン出してたな。どのマップでもなんか出てそうやな、この人。軍事工場以外出してくるんじゃん、この人。いや、まあサングリアと思うけどな。もしかしたらやるんじゃないか。あーサングリア。鹿が。エリア選択見ていきましょう。ファーストバーンに入る時代か。右下進出気持ち、なるほど。サングリアだけ見てましたね。そうですね、弁護士も患者も。ああ人格は左右、一応オペラ見れてる。お願いします。全員稼ごう。ジジから新アウマ、今回第二ラウンドでオペラ歌手戦となりました。リジェクトの望んだこの光景、どんな成果を出していくのか。ファーストチェイスは患者アイボリー。うわ、水槽はかなり距離があるものとなりました。いいよ、いい残影は残っていませんでしたね。まあ、まだ枠の駆け引き、今回。まあ、いいよ。ありません。次抜いたらいけるな。しっかり乗り越えてから、鍵詰めを。うん、ETC の板までいけると。いいですね、まだ割れ窓理論残せてますよ。さらには窓枠越えて、海方向へと。ああ、いいね。読み合い入る板よ。なかったのは非常に良かったですね。いや、そうですね。最多の読み合いは。やめて、シャーマやめて。よーし、成功。1000人これはいい、でかすぎる。この板当てはでかすぎる。いいチェイスポジション選択ができてますね。巻き込みは一切ありませんよ。素晴らしい、もう気持ち溜まったでんね。うん、もうこれも十分。やだ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 、あっ使っていきました。あダメージは許容しつつ、よーし、というところ。そうですね、ここは鬼没があったのでさすがに。ああ、やばい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 、うわうわ、少しだけ稼ぎ、患者はダウンとなりましたが、たくさんいかがですか。そうですね、今の最終シーンはやっぱりシンプルに距離を取りたかった、そうやな、距離取りたかったけど十分よ。動き飽きましたし、ここから姿見せちゃったな。遠いので4人通電ということはなかなか考えられない。板から来る読みやったな。ですけど、板側から。チェイス人伸びすれば4通も狙って。ナイチェよ。圧かかってなくて、暗号機圧かけてなくて、一人で伸ばしきってるから、ここまで。ただ、村っていうマップよ。なんやねん、これ。いける、うまい、素晴らしい、シティさん。いい距離取れてますよ。あー、大救助。はい。ナイス救助。うーわ、怖いな、お前。そうですね。で、殴って、暗号機の回ってるところ見て、2台回ってる。もう一度救助、しかもとんでもないところから多分これシティ姿表しますよ。いやー、シティさんすごいな。もう、ゲートにおるんか。でもな、シアウマそういうの見つけちゃうんよな。大丈夫かな、さすがに、行かへんよな、ゲート前なんて。小屋見るよな。耳鳴りしてない、耳鳴りしてない。見ますよね普通。いや見る見る、絶対こっち見る。すぎるところに、うん、いやすごい、 C さん。さあ動き始めた。うわ、ミソ、うわ、耳鳴りした。今鳴っていきました。うわ、であればという作的ルートを見つけていった傭兵の姿。一撃受けてダウン確保の救助は成功です。ここから弁護士の引き継ぎ次第ですね。うまいうまい、 C さんうまい、うまいうまいうまい、間に合いました。加速が入った。次の窓枠もいいいい、コブでいける、コブでいける。あと気持ちが溜まるけど、直接吐かせるのもでかいぞ。あと 30%。 え、瞬間移動や、そや、瞬間移動や、瞬間移動、もう変えてる。シアウマに対して4人通電まで持っていけるか。あるあるある、あと18万。患者仲直りはあります。まっすぐまっすぐ走れ、アイボリーさん加速。あと少し、人伸びいける。95 4 3 2 1、いけー、よーし、逃げろ、うまい、うまい、一つ読み合いを制しました。うまい、時間稼
しかも椅子だと椅子だ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 瞬間移動のクールタイム上がっています。そうですね、瞬間移動開けれへんか、開けれへんか。通電後ひとまず患者は飛び、ナイスナイス4通よ。分け取れる分け取れる分け取ろう。はい、飛ばしたぞ。シティは早い、じゃあ引き分け取れる。まっすぐもう 41% 開けてるからこれ、うん、おーこれは大きい。いける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 。ゲートは 50% まっすぐ。8はある。8はまっすぐになる。いや無理やな、きつすぎる。機動力がある。ミスれ、もう一回ミスれ、もう一回ミスれ。あと1本。いやもううますぎーというところでした。ゲートは開き、サバイバーに逃げ、ハンターに釣り、引き分けの結果となります。いや本当に惜しかった。ただそれでも引き分けですよ、はい、お見事お見事、固形村ですからね、固形村ですよ。もう分け盤面作れてた、足が仕掛けてきた固形村で抑えました。すごいぞ。そこからもリジェクトポーズが移されます。シーアウマに引き分けや、村で。そうなんですが、はい、シーアウマのオペラ歌手で村で引き分け取るのがどれだけすごいか。いやこれもし赤松さんがもう仮にもし GG サバイバー相手に4釣りしたら同点。使わせたっていうことの方が価値が、あー破壊戦かな。ここをやれるだけで、ここ1セット、まず1セット、はい、GG にセット取ったっていうだけでもすごいんやから。シカかピエロか、赤の選ぶ選択はベインです。ベインやな、流れ作っちゃおうぜ。ラウンド取りたい。さあ右下進出鬼没、危機一髪は一人、フライホイールフライホイール、まあ、極芸師のみ左右室外犬反射図、まあ、おもちゃ職人心理極芸師や。おもちゃくん船多い、おもちゃ職人多いという思い切った判断を取っていきました。前半戦はサバイバーが分けに抑えたこの固形村戦で、わこのおもちゃ職人多いはどう出るか。やはり定番ルートいきますね。はい、トラップを2つ置いていきます。追い詰めていく。はあ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 、木製の翼は現在回収した回収した。でまた置き直しましたね、角度変えました。うまっ、これまた冷静な判断ができていますが。なるほどね。あでも一撃入るね。ハンターに飛ばざるを得なかった。はい、ダメージの入り方としてはかなり早めの1ダメージになります。これいい答えがありましたね。これマジでいいぞ。ただまあそれでもやはりこの後も木製の翼は強く生かせ、出せるか、いけるか、距離は近いぞ。窓枠チェンクロークールタイム上がりましたがギリギリ届く。チェンクローはクールタイム貫通してんのに再び板車へと向かっていきます。今もしかしたらチェーン通さないためにシバが木製の翼最速で開かなかった可能性もありますね。マジかよ、ね、確かに、うん、うまい！ライトの硬直鈍感エージ飛ばさへんようにして一撃ちゃんと硬直入れることによって、ドスンの硬直入れることによって押せませんでしたね、ボタン。いやそうですね、確かに見事な回答を見せていきました、赤。しかは船追いができると証明した試合ではありましたね。これでまた一つ歴史は動いたことでしょう。うまいぞ。ただここから断罪カリオドは引き分けにされてしまうハンターでもあります。いやでも変えとくなんか早くね、結構回ってるんか。 1.5 ダメ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 狙うのか今ここで。0.5 ダメージ恐怖も狙っている。この土壇場でなんで取れんねん、こううますぎやろ。時間かけたいい救助でしたね、傭兵。マジ、木製の翼トラップはトラップ消えてんのか。破壊されてますか。はい、範囲内でしたね。めっちゃ良かったのに5割超えへんか今の。うますぎんか。乗り越えかけ、ナイス。この読み合いでダウンを取っていきました。よく今の行きましたね。すごい、これ一発で読み勝ったらでかいわ。危機一発、ほぼほぼ危機一発中。もう大体サバイバーが勝つじゃないですか。すごい、これ勝つの。ハンターが勝つとなると一気にやっぱりペース手にできますね。動きは上がらず、被疑者は離れざるを得ません。回復回ってんなないですからね。はい、心理学者の位置も見えている。存在感マックスなのでここからベインかなり強いですよ。まあピピシャのフラホや、裏球場も警戒、ピピシャ心理フラホや。落ち着いた判断はできている。おシカポジシカポジ、あーこれはマジ、うわ完成は
せず抜けることはできました。あ、壁打ち抜けるか、この世界大会でチカポジが抜けれだし、抜けるんや今の。なんかね、チカポジってまっすぐ鹿の方面に走ってたら抜けれるらしい。うまいのがもうオートエイムで引っかかるギリギリ、鹿がね発動しなかったらちゃんとオブジェクトに飛びつける、そんなチェの出し方なんですね。鹿がちょっとでも動かないといけないんですよ、サバイバーを閉じ込めるための隙間を。その隙間を作るためにちょっと後ろに下がったタイミングでずっとハンターの方面に走っておけば抜け出せるらしいんで。そしてこの位置で通電するならゲートからもかなり遠いサバイバーたちになりますからね。そうですね、スタックから抜け出すなしでいけちゃうよね。状況を作り上げることはできています。はい、結構抜け出せるらしい。って聞いた。見つけられるならせかす、見つけられないなら船を守りに行くのを。やから多分今のしゃあないな。超えるだろうという見切りをつけて傭兵の元へと向かっていきます。救助はいけ、よっしゃー、さらには傭兵椅子マジうますぎる。いや待って、赤丸さんやばい。傭兵を即ダウン取る方ができたからこそ、うん、やばい赤丸さんエグいぞこれ。この立ち回りエグいぞ。またやっちゃう。セカンドトライ。おーい、うまい。でも弾あるよな、この子、この子。これが極限種の強さでもあります。さあ、こいつは抜け出せるわ、普通に。侵略者を回復。2回連続やった。この間暗号機を回せる。あるぞ。はい。ドンか。ドンか。2回、3回まで入るから。あーし、0.5 でダウンで、だーし。マジで？なんでだ、なんでダウンせんねん、こいつ。作り上げることはできているんですが、追うのは心理学者、ひとまず飛ばしたいという考えがあるでしょうか。あー、難しい場面になってきましたね。ダウンしろよ。やっぱ瞬間移動を貯めたいっていうのはありそうですよね。はい、瞬間移動は絶対に貯めたいです。さあ、極限士、ダウンを取ることができました。4兵器しか入ってる。こうすることで心理学者救助になれば 0.5 ダメージ。終わるぞ、これまだ4あるぞ。傭兵が動くんだったら解毒は上がらないという状況作り上げられてますよ。これまた強い場面作りましたね。さらには枯葉によって心理学者が離れていったのは把握済みだからこそ、ここで枯葉の匂いが勝負を仕掛けに行きました。はい、いやでもよく戻ってきましたよ心理学者。そうですね、戻ってくるのかよ。心理学者は救助を成功させます。あー惜しい。ここで一旦サバイバーは立て直しの時間ができたです。いや回してる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 。なんだこいつ、これ、はい、難しい場面、むずいな、お互いにむずいな。突然綺麗にされてしまいそうな予感もしています。いやいける、極限即死。早く済ませられるか、はい、上がりきる前にダウンが取れるかは非常に重要な。そうですね、傭兵が上がる前に、ダウンが欲しいが、爆弾で回避していく。クーサをチェンクロ、結局この男が救うのか。うわこんつ通電を見越してですか。ダーシー、もう悪と思っていますね。残り 0.5 ダメージでダウンが取れる。うわうまいなそれ。うわうまいな。ややなこの燃焼爆弾、めっちゃいいとこやな。あ、まだ残ってんのか。極限士とのチェイス両ゲート、うわぁ、ちゃんと罠避けてる。罠飛び越えた。奥から回って、え、極限士のチェイスが伸びている。トラバサミ引っかかってない。ポジションなかなかに難しいですね、爆弾はまだ一つ残っています。越えたところ、タイミングもいいところで今トラバサミ引っかかってたよな。クーサオのチェイスは伸びています。極限士はダウン。さあ、あとは盤面読み合い瞬間。マジか、なんでこの展開で3通できんねん。しかも綺麗すぎる。傭兵の2度目の枯葉の通知がゲートで鳴ったので、それを確認してから傭兵動き出しましたね。はい、さあ赤の向かう先は ETC から小屋ゲート方面。うわ、うん、でもこれ正面海岸側に飛ばなかったのいいですね。見つけられるかもしれない。耳鳴りが鳴れば3釣りは見えてくる。うん、是が非でもこのセット勝利が欲しい。正直そちら側のゲート開いてるならもう出ていておかしくないので、いいぞ。ということは反対ゲートに向かっているぞ。ハッチマジ赤丸さんしましたね。赤丸さんありました。マジ、まずはハッチトラップを設置、引き止めるは残り40秒。よしよし、枯れ葉が鳴ったか。カラスか、カラスのタイミングですね。カラスや、罠置いて罠置いて罠置いて。傭兵はただどうだ、分かっている。え、赤丸さんいける、見えています。あと25秒、あと25秒、最後のワンワン
セット獲得に向けて杖を放つ放つ限界は当たらんねんこいつやってくる板は抜けない当たらんねん耐える傭兵うわセクロはクールタイムだが通常攻撃ハッチはハッチは2個しか起きてない2個しか起きてないどうだあダンスキバラル抜けたうわ抜けていきました抜けれるのか何あれギリギリ隙間が空いてましたかしゃがんで丁寧にしゃがんでギリギリに、ね、ギリ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 合間縫ってった手を当ててって言ってなんでなんこれはなんでこれ取れへんねん職人を追ってね赤はうわーもうえぐいっていやいいグルーンでもなんかさ結局やけどさ心理学者がもうミリ残してストレスゲージが残ってて回復間に合っていくでダウン取れない飛びかけやのにダウンが取れないで極ゲージもシカポジ入れたけどただ結局弾使えるから抜け出せる結局なんか編成が刺さってるんよなてか一発目ピピシャ心理学者に対してフラホ持ちやのにシカポジ入れたのに抜け出してたしただまあ最後予想外だと編成がやっぱ上手いんやな、はい、さあ永明町来ましたね永明町来たここからはバンが、はい、マップバンができないそしてリジェクトが永明町ピックまあ永明はお互いにやな、ね、そうやねお互いになんよこれは、はい、赤松さんはバルクが出せるシアウーマンはハリンが来るお互いにですこれ第3ラウンドのうちにバルクバンされてんの、まあ、おい最初からバンいやねそもそもさあ鹿出せるよ昆虫エンジニアまでエンジニアまでへえこれ一気に決めに来てるかもしれんえ何出す鹿何になる鹿めっちゃ見られてるけどなでも鹿かアフーさんいいんじゃ行くんすかいいんじゃ行くのかマジで今ここでもうミスは許されへん奇跡一発外すのは許されへん展開は左下瞬間です瞬間移動左右さあ危機一発は一人フラホは二人の左右ひつがけ反射がシーバーエンジニアですねさあフライホールの達人ピピシャはやはりフライホールと心理学者終えちゃえば相当いいんじゃねつかもう帰ってきたマップの選択権ここが勝負どころ第3ラウンド前半戦さあつないだよ赤忍者中央の索敵からファーストチェイス行こう行こう行こうターゲティングは向かっていく先うん惜しい中学者めちゃくちゃいい幽閉振ってんねサバイバー動かしながらという初動になりそうです誰も忘れてない一人だけ直線繋がってない暗号機だけ忍者近いねじゃあ忍者ね幽閉近いけど膝で使う気持ちでも繋いでいそうですしはいはいはい狙いを定めて誘導するような傭兵の動きでした。うまいな。はい、じゃあでは一つ消費。瞬間移動のクールタイマー間もなく上がってきます。でか。距離はこれは。バカでかいバカでかい。曲線はつく。こい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 。はワンちゃんワンちゃん。肘当て。いい。早めに吐かした早めに吐かした。三つ消費というのはかなり。でかいぞ。これ。与えた瞬間移動うわ昆虫や。シーバーの昆虫がこれ。はい、あ昆虫じゃない。あクーザオなんや。虫のうますぎんねん何やねんそれこのまま傭兵追いですかうんさすがに瞬間移動するにしてもやっぱり一発は入れない、ね、板間に合うなまあアイテムもなくなったことですしね板ちょうど間に合うお奥行ったなるほど傭兵にダメージ心理学者とシェアが入ります存在感は傲慢によって一段階溜まった狙いを定めだただ読んでいた傭兵の動きああちょっと焦ってるなお通常攻撃が届きました。じゃあええやん。この方が良かった。むしろええよ。変にシェアされる。むしろめちゃくちゃいいやんこれ。やばいやばいやばい。これめちゃくちゃ熱い熱い熱い。赤でダウンする。続いての曲線は赤。よし。サバイバーは変えざるを得ないか。うん変えたいけど。できれば変えて傭兵一人のダメージ。うわ虫また来てるんか。お、これ虫虫意味ない虫意味ない。曲線を変える。あら意味あるわ。なんやこれ。補助が決まればそれは。オッケー。ナイス！え、これ耐える？もしかして。あ、全員にダメージ入ったね。
曲線を変えないというところに 0.3 ダメージずつ3人に入ったと。赤からすればまあこの後全体負荷の立ち回りをしていくならば美味しい。少しはやりやすも出てくるかもしれない。これね瞬間移動使ってないけど、むしろこれ瞬間移動温存してるから鬼没かもしれへんっていう感じは難しいと思います。してると思うよ。まあ瞬間で読みされてるか。前耳鳴りはなっていない。昆虫学者は方向へと。え？回復回ってなくない？さすがに。そしてつなぐ型で虫もなくなってる。アイテムないね。アイテムもエンジニアしかないよ。と思いますね。ファーストチェイスのペースは握っているのはハンターと。いやあの三人回してるのでさすがに圧をかけたいですが、インジャって何人回してるか分からないですよね。分からんからね。確かに。それが見極めの難しい部分。くそ。球場に寄ってきているところ。よし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 。あ、いい、いい位置、いい位置、めっちゃいい位置。え、これさ、あ、瞬間移動使うかな、使わんかな。使ってた、使ってた、確率にね。椅子前通常攻撃当てていく。よし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 。さらには傭兵曲線を与えて。早い、早い、すごい早い。ダメージシェア。ダメージ分散やばいよ。全体負荷をかけている。はい、惜しい。いやでもサイレンがまた復活する。どうかのギリギリとかだったら曲線つけられないんですけど、この後残り3人展開が待ってるので、いったーいらっしゃい。シェアしていけた方がハンターはありがたいですね。ある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 、めちゃくちゃある。これ一発は盤面から消え去りました。治療できるのはシーバーやんけど、これ治療できひんよな。これ色変えたい、ロッカー入るか色変えたいでしょ。これ確実にもダウンするからな。そうですね。カイドカースは取れますが、ただ航空エンジニアロッカーに入るか、もしくは暗号機触れればギリギリ耐える。色変えるよな。ロッカー入りましたね。ロッカー入ったな。曲線は取って。いやわからん。こんな展開やった。鹿の試合もここまで追い込んでた。窓枠はいけません。4かなって思ったけど。定めて。ほら。いやうまい。決め切るんよ。瞬間移動のクールタイマー残り30秒。回録残り3台は 90%、80%、60% という3台が。あと1発入ったら全然流れ違うのに。やっぱりこの 64% が一番警戒したい暗号機ですね。守りたい暗号機筆頭候補。1人飛んでからの時間の作り方、やはりこの GG というチーム、はい、なかなか崩れない特性。ここでもいかんなく発揮してくるが、惜しい。対空、いや、いい、対空使わせた。でかい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 。アイテム1個消したよ。これなんですよね、建物が大きいので本当に奇跡を打つタイミングが訪れて。ピピちゃん行ってもいいよ、ピピちゃん行ってもいいよ。乗り越えたところ確実に赤の浮揚はしていきました。うまい、うますぎやろシーバー。マジで安定してんなこの人。奇跡は当たりません。くそ、いやいい、これで奇跡で当てれる。しっかりと読んで避けていきます。よし、まずダウン。あーっとフライフォー、オッケー、フラフォー見せてる。不発でしたね。これでかいぞ。それに暗号機寄せられる結果になります、うん、クーツはフラホミスったのでかいな。ミスったってかもうシャーマンやけどな。これもう難しい。ミスるっていうか普通合わせれへんから GG と言いますか、持ってる相手合わせたんやったらもうバケモン引いちゃいましたか。ラグビーボールなんですよ、GG は。いいものが出ますね。ちょっと後ろから一気に、なんとも言えん。まあ引いてないでも、なんとも言えなすぎるこれ。ですけど、できれば椅子前で守ってたいんですよね。あと 20%。しに行くとボールで一気に寄られて救助されちゃうので、はい、これ本当に立ち位置難しい。足跡見た、足跡見た。暗号機ラスト1台は現在 80%。昆虫学者曲線をつけて。うわ、色つけたわ。寄っていきます。岡部さん。が少しもうやばいって。ね、止まってましたか。はい、よかったー。っていうところでしたね。さあ、営業停止が入りました。危ねー。だーもう何してんの。まあ、一刻も早く椅子前に。危なすぎるって。んですが、はい、一番大事なとこやぞ、これ。はい、来た。あ、試合は再開していきました。よかった。問題なさそう。曲線分配をしてうわ、何や、その最小ボール。いくやろ。避けるためスタンは避ける。そのフェンスの弾の使い方うますぎやろ。準備は間もなくというところ、ボールで一気に椅子前へ。これを引っ張れる引っ張れる、徐々に椅子前剥がして椅子耐久超える。うわーっしゃー、でかすぎ。飛んでいきました。さらにはダメージもしっかりと与えて、赤入れ赤入れ赤入れ、かなり近い位置。赤の曲線、このダメージはどうする。ダブルダウンダブルダウンダブルダウン、 95% 96。色変えれんのかい。いきましたサバイバー。なんとか通電というのは展開として作れそうですけれども、はい、ただこれもまた吊るしかないですね。そうですね、
ハッチの位置、ハッチの位置見よう。いい習慣よ。耳鳴りしたよ。どこ見る、どっち見る、どっち見る。限られてるので、ここから総当たりロッカー。僕ロッカーとか覚えてないわ。耳鳴り消えた。これでもう一回耳鳴りしたらやばい。こっち墓場行って耳鳴りしたらやばい。あ、奥まで行ってる。ただどこも視界には入りませんでしたね。くそ。救助されてしまうっていうのが一番のまずい展開だからこそでしょうかね。そうですね。奥まで行ってる。ハッチは見た、ハッチは見たよ。パッと見でロッカーがある位置だけ確認して見当たらないんだったら一旦戻ろうで、ここからゆっくりと展開作りたいですね。まあこれ心理学者アイテム交換はまずできない。全部気になるな。うわ、ピピ車やからな。ピピ車のハッチ逃げ率は高いで。まあ忍者駆け引きではかなり有利な状況にはめちゃくちゃ有利なっていますよね。弾2個あってサイリーも2個使えるから奇跡、極性1つなので、これなんならこれカラス前なんちゃうか。カラス前2つで合計4手があるわけで、そのうちの2つ当てられれば、飛んだらカラス前の早いとかない。サバイバーは盤面1人となりました。現在まだへんポイント差だったこのリジェクト。もうしゃっしゃっしゃっしゃい。ポイントを返そうと行って行って着実に赤さは歩みを進めています。あなた車とのワンオンワン電車が、はい、ちょっと待って、急いで戻るハッチ前、ちょっと待って、電車の終着点はハッチの間近。フライホイールを携えて、なんで電車そこまで呼んでんの。フライホイール相当難しいですよ、大丈夫、距離がある、距離がある、2つ敷いておけばいいです。いやそうですね、赤、はい、来い、ここに来い、よし赤、赤が、赤が5ポイントを返す。4釣りや、やってくれた、よくやりました。赤すごい、ジージー4人釣り、ジージーを4人釣りや、お見事です。4釣りしたぞ、エイミンチョいいんじゃ。ジージーを4人釣りですか、いける、いやー、お見事すぎる、5ポイント、いけるぞこれ。まさに話してましたもんね、この5ポイント。次深夜馬止めよう、ヒジ当て、なんかむしろ良かった場面あったもんな。あの奇跡パーンってミスター後、なんか通常攻撃当たったのでかすぎたな。いやあれな、GG な、電車乗るの狙ってるしながらの動きではあったんですけど、絶対ハッチの場所が9ゲート前やから、電車乗ってハッチ狙いって多分決めてたと思う。あの逃げる方向決めたことによって展開が、そうなんよ。あのね、電車乗る前に見つけたのがすごいんよ。あれ、電車乗る前に、ピピ車を見つけれんかったら。電車のタイミングってのもちょっと、いや、カラス待ってくれたからやな。そうですね。もしカラスが待ってなかったら、もう電車で多分、バレずに逃げられてた。カラス待ってなかったら、ほんまに怖かったよ。ノーカンバン。ベインと、わい、ベインハリバン。オペラ歌手は許した。オペラをこさせてくる。いやー、むずいけどなー。いや、まあ、オペ、泥棒版、うわ、分かってるね。いや、一逃げ狙いやね。一逃げでいいんやけど、解読回るかな。まあ、でも他の人が泥棒使う可能性を考えたら、一応泥棒版しとくって感じやな。プラカシがこのラウンド3でという。これ、ファーゼとりあえずエンジニア置いでいいんだけど。いやー、通電できるかな。通電さえいければな。さあここからリジェクト、回復重いからもうファーチェよ。ラウンド今回は危機一発野人のみとなっています。バッツマ左上や、やるしかねえ。赤松さんが4釣りしてくれたんや、一逃げしよう。3戦目でオペラ歌手使えんのすごいけどな。ジジシアウマン、このハンターを止めなければならない。止めよう、前半で赤が5ポイントを止めてしまおうよ。そのポイント生かしたい。ファーストチェイス、シティ、イノシシ、アイボリ乗らせてから、まず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 作敵ですが、サバイバーの動き方、まず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 、そうですね、これなかなか食べないですね。墓場チェイス始まるか。いやラオリさん、いやラオリさんバッツマンよ、左上よ。これまた強く、うんうん、アイボリさんは墓場です。素晴らしい。その先にいるのはアイボリ。これファーチェめっちゃいい流れやぞ。作戦通りですね。もうチェイスするなら墓場、そしてどこかのタイミングでバッツマンに粘着に来てもらう。さあ追走を呼ばないといけない。描かれていますね。早い、追走早い。距離は取れています。距離遠い遠い遠い。早めに使っていく、早めに使っていく、いいよ。窓枠は間に合った。キボさんあと5秒。残り3秒です。ここで割れ窓発動するの相当強いですよ。いやいい、距離離れてる。さらに跳躍はクールタイム中。3、2、いや、さっきにジェット噴射間に合う。は間もなく上がります。対空窓枠は越えていく。うまい、来い、
その姿を。うわこれは深夜がいい対処をしましたね、うますぎかその気持ち。見せましたが、ここからまだまだラオリーの粘着は続きます。ボールは一度当ててダブチェア、また壊していく、ゆっくりゆっくりと。そで窓枠はドーン、よっしゃい、距離は取れました。しかもしっかりブースト消してる。怖すぎますね、来た来た来た言うてますよ多分。いや言ってそうですね、飛行機具を利用して窓枠は越えていける。いいよいいよ、もう一度、はい、ドーン、よっしゃい、再び開いていきます。おい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 、ループ入ってんだこれ、たまらずラオリーターゲット、よっしゃい、ボールはすべて消費しているラオリー、ナイスラオ、やべ、水素で窓枠です。よっしゃ、エンジニアはラオリーさん、やっぱりこのこの COA 中のラオリーのパフォーマンスというのは最高ですね。俺が破壊しに来た、再びすでに拾っていたボールラオリーさん、良すぎますラオリー、やばい。さあ、アンパキは残り3倍というところまで間もなく到達。ああ、ボールはヒートとはなりませんでした。窓枠前での1ダメージは入りそうですが、あと1ダメージも時間を稼いでかかる。さすがですね、ボールの回収ですからね。再び、いや、しかも墓場遅れダウン、暗号キャスかけれへんで、これマップ端でのダウンの選択となるでしょうか。うわーい、マジかよ、弾回収したいよな、弾回収できんかったな。でも痛い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 、無理やね、入らせませんでした。おい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 、サーブンです、十分です、サーブンです。地下か、もう360、70ぐらい進んでるんじゃないですか。もかけラオリさん、もかけ、パワー出せパワー。そうですね、これは早めにもう危機一髪で地下からは出してあげたいですけど、そうでも仲直りなしなんよな。しかも今回この後ラオリバッツマンに、おっと瞬間移動、解毒圧をかけに向かう。おい、危機一髪探せに来る、うわ怖え。極ゲージのチェイス、そばが、うわぁ、入っています、えぇ、ー、く、斜めに越えていったところ、えぇ、ー、入口となりました。うわ、ちょっと怖いです。なんか全体負荷かかってます、怖いです。これここちょっと伸ばさんときつい、あんこき回ってるんやけど怖い。崩れないようにだけ気をつけて、まあ、即死だけないように。ここでちゃんと負傷してるサバイバーに狙い定めたシーンは相当いい。いや、しかもこれアイテムなくなってる、反応が良すぎる、エンジニア行くのやばいやろ。そうした時のアイボリの切り返し完璧でしたからね、いや確かに、いやでもアイボリさんいい、ちゃんと距離離してる、うんうん、いいよ、これ立て直し時間やから。しかも暗号機 66% 回ってる、はい、いい。さあ墓場にチェイスしたいけど、ああこれは大きい、ああ立て直しのサバイバー、降りてないよ、ナイス、戻ったところ、うまい、いいですね。そばさん治療も間に合ったよ、できるのでここからまた窓粘着できますよ。うわ、越えていく、玉も取った、玉取った、玉取った、玉ありその先、玉あり、玉ありラオリーさん構えています。いい、回復回る、回復回る、しかも近づりされへんようにダウン位置選んでる、奥側にダウンしてる。チェイスするなら、さっきは近づりされちゃったけど、たどり着けるようにチェイスをする、でダウン取られてしまっても墓の椅子になるので、ここからまたラオリの粘着もできますし、分け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 、4人通で分け、いい作戦ですね、すごい。バツマン仲直りなかったので、そこ立て直ししてるのも偉いですよね。でも圧かかるな、圧かかるな、健康状態には戻してあげたかった、はい、あー電車欲しい、少し怖かったですが、椅子前に戻ってきた瞬間、これで引かれてたら隙をついてシティは救助したでしょうね。暗号機はラスト1段になります。ナイス救助、ナイス救助、 70% 野人は相棒によってダブルダウン、野人シティさんタックル決めちゃって、あーうますぎる、折り返していく野人、いい、二人で回復、一気に二人で、うーわ、心配だ。難易度で守る判断、エンジニアステッキ乗り越えていないが、それは分かっている、うますぎる、やはりかき乱してきますね。くっそー、うまい、ではいかないというか、これで、はい、じゃあ4人通電ですという形にはさせてもらえないですよね。 80% までしかまずせんな、することができました。ただ、まあ、遠い、あと 20% が遠い、ありますよこれは、隙をついての救助は狙っていきたいが、全員実力されてるこれ、傷のバッツマン、ナイスバッツマン、ラオリさんがすごい、シティの救助待機は、いやいやな椅子やな、これ無理やり回すにしても 17% か、決まるでしょうか、これずっと守られるな、まあ、2階に上がらせないというような深夜馬の立ち回りがこの後見られていきそうですね。そうですね、2階相当警戒されてますね。
バツマ一撃を受けて、いやかい、うわめっちゃむずいぞこれ。成功させていきました。はい、野人が相棒から降りた、神経を回し始めたそば。窓枠を越えて、いやー野人ダウン取られる。でもダウン取られるにしてもここやね、っていうのも暗黒近いな。ダメだ、うますぎる。治療早い、治療早い。回がちょっと怖いですが、ただとはいえサバイバー立て直しができれば野人は初釣り。いやわからん、また瞬間の溜まる。おい、瞬間の来るタイム早すぎんか。いけているハンターです。はい、これまた守れるぞ、上極下し時間を稼ぎながら椅子前に向かっていく。うまい、サバさん判定は椅子に出ました。サバさんこれ大きいですよ。サバさんやばい、サバさんえぐい。痛いというところだったんですけど、えぐい。2人生還は大きすぎます。うわ、タックル決まった。あと4、3、2、これ瞬間の嫌やろ。瞬間の使いたくないでしょ。普通に行くだろ。ああ、普通に行くな。バツマンは早めに、バツマンに行けて。1ラメージ受けてサバイバー。うわっ、4人通で、やばい、やばすぎる。まさかのバツマンが担当していきましたか。そうですね、数年後に終わったんでしょうね。加速は入らないが、うまーい。うわ、ラオリさんイグ、マジでラオリさんイグ、本当に良さ。ラオリさんイグすぎる。消費したもののターゲット、弾全部当てるやん。弾なしバツマンになってもた。ゲート開放の遅い極限種を追ってくれる展開。はい、ただ瞬間移動、前嘘でしょ。できればゲートあくまで粘り切りたいですね。 S 字行った、先打ち、耐える、耐える、絶対耐える、絶対耐える。これもう瞬間吐くしかない。先にゲートは現在 90%、 そばさんゲート開放となりました。近くにはハッチ、うまい、完璧ないが、あそのハッチだしすらも少し可能性は出てきています。水槽で距離は詰まった、極限種のダウン、3人いける、十分十分でしょう。サバイバー3名は脱出可能と。さあここでポイント逆転だ、リジェクト逆転です。勝った、大逆転、3逃げした、来た来た来た、これはもうえぐた、リジェクト、これがリジェクトですよ。追い抜きましたよ、シアーマウソ、追いましたよ、逆転したぞこれ。そうなんですよ、勝ち取りましたからね、ポイント逆転。ラオリーさんえぐい、チョンアイのオペラも完封して、次チョンアイも完封した。じゃあちょ、またチョンアイ行ってもらった、チョンアイ完封して、新アウマ完封して、ダブルチョンアイ出てもらった。ハンタートップ2人やっつけてんぞ、中華最強ハンターやっつけてるで。間違いないです。オペラやで、新アウマンのオペラやで。やっぱり致命的なこうサバイバー狙われない。このサバイバーが今狙われたらダメだっていうサバイバーはちゃんと安全機ていた場合。えぐい、勝っちゃった。三逃げしたよ、シアウマに。決勝や。追われて一番強い。決勝やぞこれ。いや確かに。瞬間移動でさらにもう一人。おい、これ優勝したらどうするよ。心理場面と思うんですね。僕リジェクトのユニフォーム持ってんで。BO3 なら買ってたのに。ちげんだよ。BO5 で勝って優勝するからいいんやろ。悩んでる。インジャがバー入った、ベイン、やっぱ境界取るんや。そう、まずここ第4セット目、これ境界です。GG 境界、これはもう攻略しないとダメなマップ来ました。ここに来て得意な境界、まだまだ壁はある。いいんじゃ、バンされるんや教会で。教会いいんじゃとかあんま見んけどな。それでもやっぱさっきの4釣りをミスられてしまうといいんじゃやはり怖いと。赤松さん出してもいいなここな。いやキーガンはね、 GG の教会で出したらあかんっすね。 GG のサバイバー教会で多分キーガンに負けたことないんじゃかな。もう完璧です。そうやな、アン出してもな、ピピシャチェイスしちゃうからな。でもアンよな、よし行こう。さあ人格、今回赤は傲慢引き止める、没作用です。左先没や、墓守のみ。そして骨董、早く杭出すんか。心理学者を SOE 検査、なるほど、踊り子とコックまで振った、いい、確かに忍耐力振れるからな。で杭も出せるし、忍耐力刺さらんかな。骨董賞超無効化できんかな、忍耐力で。マジで面白い、見せてくれ。一回リセットしていこう。栄光の座まであと一歩。第4ラウンドの前半戦、リジェクト一回落ち着いてリセットしていこう。あくまでセットは同じや。ファーストチェイスは踊り子方面、窓枠は越えず、そのまま有利不利はない。国交省とのダブルチェイスの形になります。猫は噛めた。いい、さあ少し距離を詰めることはできました。いいですね。
うまい。距離を詰めていきますが、にゃんウェイ、にゃんウェイしたけどな。使っちゃおうという判断が、まさかのクーツァーでしたね。クーツァー安定してるな。これ入るんじゃん。うわ。似合いません。もう強いって。確実に確実にという稼ぎ方をしてきますね。これもうまいですね。うまーい。よし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 。オルゴール置かれてなかったらランウェイで。忍耐力刺さってる、忍耐力刺さってる。ピピシャ来た。ピピシャ来たよ。勝ちましたね赤。寄ってきたのはピピシャ。いやね、邪魔やねん。この骨董書。なんでこれ邪魔やねん。おい止めんなって。さあ忍耐力でそこまでダメージにはなってないですね。いい忍耐力強い。県外に出ていこうというこれ鬼物刺さるんじゃん。見えてる、ちょっと見えた。鬼物はゆっくりとフライホイールも。なんでなん、もうフラホ上手すぎるってこの人。板は入らん。うわもう怖い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 。いや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 、あー危ない、板倒されてた。ペースいかがですか。十分ですね。板倒されてた、危ない。トンネル仕切れるだけの時間はあると思います。ただ怖いのがこの進捗だとまだそのセカンドチェイスだったり、はい、チェイスで骨董商品でそこいった倒してんねん。伸びた場合に四通にたどり着かれる可能性があるんですね。それが少し怖いのと、骨董商も無理していいんですよ。いいよいいよ。負傷してもちゃんと治療してもらえるんですね。ナイスダウンよこれ。パーツいいよ。ダブチ入ってたから。切れそうなペースではありますが、なんとも言えない。はい、まずやっぱ骨董商の対処というのが課題になってきそうですね。ピピシャも怖いし、はい、赤森はイスマイに到着。イスマイに猫を戻して、くさー、おのりこのダメージ、わー、なまし、くらえー、わー、当たってる、やばっ。あとは見失わないこと、見失わない、ナイスランウェイ、ナイスランウェイ、ナイスランウェイ。あ、今見合う、あ、オッケーオッケー、足跡見てる、足跡見てる。よし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 、あとはピピシャのフライホイール。そうですね、こいつ骨董は向かってきている。さあその姿捉えていきました。いいいいいい、すぐに集めたのでそこまでエリア大きくないんですよね。使いづらい猫ではありました。さあショーは一度受けていこうという判断になります。大丈夫、二振り目、うまい、振り目を当たった。よし、三発食らわした、でかい。クールタイム中です。あとショー一発分しかない。よし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 。コントショーのショーはラスト一振り、粘り次第では怖い。赤森も救助に寄ってきています。うん、赤も警戒できてますね。自らスタンを受けに来るイスマイの墓森の警戒はできている。さあ1対9ゲージはギリギリだ。墓森のダウンから落ち着いて取っていきました。いいですね、これで解読の手が止まります。いい、全然全然全然いい。コントショーのショーはラスト一振り、コントショー殴るよりもいい。問題はここ問題はここ問題はここ。おっしゃー、ショーなくなった。これ勝ちまであるかもしれん。いいですね、ショーもないですし通電も少し遠そうですよ。これはフラホうまい、フラホうますぎる。現在 30%、 しかもこの暗号機が全部南側、いや西側に固まるんじゃないですかね。騎士官入った、壁とレッドカーペットと、そして墓場、まあ横の三連機と言うべき配置にはなっていますね。そうですね、墓森の騎士回生吐いたという情報も同時に取ることはできているでしょう。ただ瞬間移動じゃない赤なので、ああそうやな、鬼没やもんな。ダウンまで取りたい、ダウン取りたいな。あんまり全体負荷的な、いやでも3人通電される、さすがに3発分、心理がねずっと3発分置いてるんよな。欲しい、墓森はすでに地上に出てきている、うん、ここ早めに墓森を置くことによって心理学者の力を生かさせないということができるので、うまっ。3は入っていきました。ペースは一気にハンターか。墓森の釣りシーン、今墓森の声やばくなかった、引きましたね、はぁーみたいな。肘当てですか、やはりこの GG どこまで行っても、でやねん肘当て、かなりいい状態で。これ速攻速攻なんかやれへんか、今見えたんじゃないですか、見てない見てない、赤間さん無理無理無理、今の無理今の無理、なんかギリギリで見えてないけど、いけた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 、ゴー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 、かませてから、ゴー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 、くそ2度目のランウェイ、どうせもダメージは通りました。サバイバー間もなく通電準備は整います。これ殴れたら骨董商の釣れる釣れる、7、8、9、なんでやねん、
鬼没を使ってそこらう勝ちまであるぞ勝ちまである勝ちに向けてのまずは1手目くそお前振り遅いねの猛追がここからそしてこれ墓守狙わないのいいですね、やっぱり通電後チェイス弱いのは心理学者なので、ここを狙っていきたかった、分からん、ごめん、まだ分からへん、ちょっと勝ちはさすがにむずい、これ勝ち取ったらすごい、さすがにちょっとサバイバー有利すぎる、これは、ハンターが考えること多すぎるんで、救助もされたくないし、耳鳴り一瞬になったのが不穏ですが。ここでゼガヒデも勝ちが欲しい。さらに点差を広げていきたい。行くんだな。行くのか。戻ろうか。いいよ。これ墓守も何もできてないで。墓守見つけたらでかいで。墓守姿見えない。墓守も思ったより寄ってきてないので、飛ばし切ることはできるかもしれませんね。見えたりした。どっち。戻らへんか。徐々に。ガー！救助される。やばい。さあ救助は成功。裏で救助成功させてきました。やはりただでは倒れてくれ。うますぎる。最後のチェイス、ピピシャとのチェイスになるでしょうか。フライホイールのクールタイムはすでにハッチないよな。ハッチここないよな。赤としてもこれはもう万が一がないようにと。引き分けたろ。引き分け狙いになっていますから、ね。すごいよ。ですね。まずランウェイ。フライホイールは使わせません。今年のため。心理学者は反対ゲートから脱出。負けなかった赤。冷静の引き分けとなります。ポイントリードはまだ。これワンチャンさ、通電前にさ一発殴りながら攻撃鬼没でスライドするかなって思ってんけど、救助狩りあったからな。救助狩りするかと思ったわ。今の盤面で鬼没置いといて、通電されても鬼没で即ダウンやったら三釣りも狙えるって考えると、安定なのは赤松さんの考えやからいいと思う。攻められへん。あそこで鬼没スライド鬼没とかするのはちょっと化け物すぎる。ナイス引き分け。うわー、次シアウマン来る。何出すんやろ。決勝で GG 相手にこんな試合してくれるなんて、ほんまにこんな試合してくれるなんて思わないでしょう。僕ちょっとリジェクトのユニフォーム拝んどくわ。優勝しよう。ボンボンボンしてる。オペラベインボンボンボン単行版。うん、もうアンっぽいな。アンやな、新アンアンね。分け取ろう。3逃げなんていい、分けでいいんです。分けがどれだけ重要か。十字取りデカペ脇か。興奮左下興奮。おい、これもう空軍一点狙いです。左下興奮やね。いや新アーマー絶対勝、もうこれ勝ちに来る、これ勝ちに来る。左下興奮やね。日本のリジェクトが世界制覇に向けて勝つからな、この人の案は。歩みを進めています。引き分けで満足せんやろ。新アーマーの案、マップ中央にはすでにオルゴール。あなたゲート前？レカペじゃなかったっけ？入るのはラオリーでしょうか？いいですね。空軍は一旦タイトからそれていそうですね。あれ？瞬間移動した？タイムを待つ時間という見方もできますが。はい。さあ空軍を探しに向かいます。いいですね。いい。もうリジェクトいい。うまいですよ。ハーチェがうまい。はい、これはリジェクトペースです。焼き入れ効果でももう寄れないぐらいの距離感ですからね。さらにはハンター腐ってる腐ってる。反対、リジェクトしてる。本当にリジェクトしてる。いやこれラウリさん追われるのマジで熱いぞ。踊り子やで、鬼没ないからな。いやガチで熱い、熱すぎ。いやラウリ壁越しうますぎる。いやうまい、完璧。一分かってるわ、新音で。はい、減速を加えながら新音で深夜の位置が分かってる。見えてましたね。おそらくアイボリーが、はい、視点取ってました。なるほど、うん、アイボリー監視者となっていた。ここでそばさんか、はい、結局置いたい。そばさん、いや結局ここでそばさんか。いやでも、はい、なんか分からんかな、なんか分からへん。ここでもう興奮ってまたさすがですよね。でこれ無理して空軍に来てるっていう風にリジェクトは見えるので、もう興奮なのは分かってたでしょうね。いやそうよな。猫の範囲外からの一ダメージ。いやこれなちょっと距離取りきれませんでしたか。できるだけ遠くで信号に打つという意識はあったと思います。どうやろう、解読回ってないな。時間は稼いでるんやけどな。かかりつつターゲットは空軍のまま。
再び猫は噛みついた。まあ無理よな、まあ、無理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 、しゃあないしゃあない。加速を潰し切ってから、はい、ただ距離は、うん、かなり長く保てているところでした。学園軍のダイ、どうだどうなんやこれ。ここまで我慢しましたよ、時間は結構稼げてる。境界カイドカ回ってないけど、試合開始2分ということで、はい、この時間稼いだのがどう生きてくるかやな。カイドカ加速が来てからの勝負。そう、カイドカ加速来る、はい、で興奮が分かった、で左も分かってる、でまあ一目あるやろってなったら左下興奮って分かってんちゃうかな。傲慢と興奮は分かってるからな。まさか左右やと思わんでしょ。3人2では十分見込めますかね。そうですね、リジェクトがもう結構左下興奮って人格も分かってると思うけどな。これまた思い切った戦略。うん、シンはもういい圧かけですね。ってなったらマジで3人2伝さえすれば周回度ないんで引き分けは取れそうやけどな。いやこれ空軍耐久長いのよ、いいね、マジで飛ばへん。これで2台回せるの熱いわ。これでもう猫使ってくれたので、次の10秒後のクールタイム後、はい、猫出す瞬間に触れば救助は安全に行えますね。椅子前にまで行こう、椅子前まで行こう、椅子前まで行こう。うまい、はい、いいですね。うまい、無傷救助となりました。ティーさん、ほんま、なんなんすあなた、なんで無傷するんですか。はい、完璧な救助でした。これで自分の暗号機も上がって、そして早めに着手できた4台目。熱い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 。これもおそらくしかもダウン1までに上がるでしょうし、ちゃんと加速使って、なんといっても興奮から変えられない。うわ、上げ切った、傭兵上げ切ったぞ。もう興奮なんよ。いける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 、3人2連いける。そして 10% 新規の暗号機という進捗。うん、暗号機もいいバランス方をしてます。肘当て一つに無傷で帰ってった。アン相手に、シーア馬の相手、アン相手に。傭兵バレてたのに。だけになっています。踊り子ができれば相手も補充できるような展開があるといいですか。ナイス隠密、ナイス隠密。オルゴールは壊されるけど。この耳鳴りの消え方と。これ三つ三でないかな。いや分けでいいな、分けで十分やな。やだやだやだ、猫やだ猫、猫やだ猫やだ猫やだ、逃げて逃げて。あー、ランウェイランウェイがあるランウェイがあるランウェイがあるけど、ランウェイ、うわい、ここまで来たなら形のいい通電できそうなら、ラオリソブエイ、そうですね、確かに素晴らしい。大間も見ているし、通電すれば引き止めるがあることもわかるので、それでうますぎー、いけるよ、もう通電確定よ、3人通電確定。さあ、間もなく寸止め待機は完了します。リジェクトサバイバー絶好の形、3人通電の準備。さあ、ハッチ割る、ハッチ割るぞ。あとはタイミング、さあどうする、どうする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 どうすんの。サバイバー3人通電を選択、そのタイミングでゲート待機してから通電と。5分のみ、鬼没はない。室外剣反射、これ閉じ込めるよな、しゃあない。ランウェイは1個、取れている状態ですが、ランウェイは間もなく2つ溜まります。ラオリさんマジでうまい、距離ずっと離れてる。が溜まったこのランウェイ、よーし引き分け。とはいえゲートはすでに開放しています。はい、リジェクトサバイバー2人が出し、強い、深夜馬に負けてない。ポイントリードのまま、すごいぞ。最後ラウンドへと進んでいきました。すごい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 、リジェクトをここもしっかり抑えました。リジェクト有利で第5ラウンド行くぞ。目の前まで来てる、優勝が目の前まで来てる。あの GG に2点リードで第5ラウンド、ありえるんか。グループ戦であそこまで圧倒的やった GG、 準決勝で TE 相手にストレート、シアウマン1セット目3釣りを3釣り4釣り4釣り、そのハンター相手に1セット目は惜しくも4釣りされてしまったけど、3逃げもしてるから、シティさんがほんまにうまい、すごい。あとはもうリジェクトの衝動の動きがもうすごすぎる、もう深夜馬がやりたいことを全部潰してるもん、動き方が。ファーチェの散歩のさせ方がもうめっちゃ綺麗、全試合。いや落ち着こう赤目さん、落ち着こう、僕も深呼吸。あれ心臓止まってる？あれ鼓動、あれ動いてる？あれ大丈夫か？さあ始まる、イタカもおるな、強い、
魔女もおるな。オペラ版インジャ版シカ版ピエロ残し、昆虫おらんぞ。なんか僕デカなった。え、デカなったよな。なんで勝手にデカなった。これぐらいやな、これぐらいやな。気持ちが前のめりすぎて大きくなってもうた。自我持ってるってなんやねん。これ僕やわ。自我出してきたんで、これ画面から出てくるやん。全員食うぞ。今 YouTube 見てるみんなの前に現れるぞ。いやー、コットー炭鉱は嫌です。ちょっとピエロ嫌です。ここ脳幹バンするんや。なんか炭鉱、まあでも小説家もバンしたいしな。いや、僕ピエロ行っちゃってもいい気はするけどな。いや、ダメか、ピエロダメやな。きついよな。中華やからピエロ行っちゃってもいいかなと思ったけど、ダメかな。どうする、アンで行っちゃう。アンは無難やで。でも炭鉱積まれてるで。ちょっときついけど、マップの有利権生かしてピエロじゃん。ロー人形ありやわ。ローめちゃくちゃいいな。赤魔女さんローありやわ。どうすんの、ここで来て何出すの。出すとよ。最後ですよ。結構ローが刺さる。ピエロや、ピエロや、おいこ。そうやな、もう相棒よ、昔ながらの相棒。もうこいつでダメやったらもうダメや。もう行こうぜ。赤さん行こう。決めよう。脳幹視もバンできてる。決めてしまおう。行こうぜ。ピエロなら4神案がいるからですよね。やばすぎる。いや、でもピエロきついで。マップはもちろんピエロ最強マップです。中華街一番多分強いマップです。ただですよ、多分フライホイール多いし、絶対フラフ積んでるし、正直きつい。骨董炭鉱、炭鉱がきつすぎる。骨董も嫌です。フライホイール最強のピピシャがいます。見えてる、目の前にこのトロフィーを手にする試合になるぞ。左下鬼没、えっ、フラホ炭鉱のみ、シーバーピピシャがフラホ使ってない。でもフラホ読みは絶対するからな。赤さん、今まで使ってきた、初期から使ってる相棒のピエロで赤さんが行く決勝最後の試合です。赤魔女さん、後半のサバイバルにつなげるのか、決めてしまうのか。見ている人を楽しませたい、その上で強くありたい。このスローガンを胸に、感度100ピエロです。リジェクトが今この同化種で最高到達点に手をかけようとしています。走り、どれだけ緊張するんやこのドライブ。傭兵方向か、緊張しすぎて震えるわ。中央からその先捉えているのは傭兵。ドリル入りの一撃は理想的な展開だが、くさあ駆け引き、強いサバイバーです。そうですね、簡単にはいきません。まず肘当てを一つ消費、再びのパーツ、二回目で倒すんかよ。先倒しの傭兵から窓枠板の駆け引き、あーやだ、あーやや、丁寧に丁寧に板は割って、その間肘当てで次の板へ、再びの駆け引きはよし、おー止まってる。さあ傭兵、よし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 、てか傭兵多いな。再びつけて、てかてか傭兵多いな。追っていく、鬼没も上がるぞ。邪魔やな。の補助が入ってきます。いやー、これは強力。推進機は潰れましたが、さあ一度パーツを集めるか。炭鉱者の炭鉱がフラホよね。フラホイルある。あー、ダメ、よし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 、ダメージは取った。そう、翼つけてなかったら出ました、ね、遅すぎて当たんねん。道化師に向かって遅すぎて当たるんよ。ならない。フライフルの難しさでした。いいぞ、フラホ使ったぞ。鬼没は溜まっている。いいいいいい、鬼没でダウン、鬼没でダウン、フラホ使ってる。いいですね、ここどうせ板先倒したるの分かってたので、ただ一度少し、いや、ちょっと読み入るな。窓枠との駆け引きにはなりそうです。いい、全然全然、落ち着いて。推進機、落ち着いて向かってきている骨董商、その姿を捉えているか。時間の制限がある中、うますぎかよ、ちょっとうますぎる。ここのチェイス力は非常に高い。来るな、ピピシャ。2連撃目、さらにはなんだこいつは。最後まで立ちはだかる。裏で傭兵の推進機がない。落ち着け赤丸さん、落ち着こう、その強みが出ています。 CG の壁連携なんですよね。落ち着こう落ち着こう、どんどんかばっていく。そして次にそのサバイバーが現れるときには、いい、推進機2個獲得。いよ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 、よし、はぁ、ちょっと乗り越える。今のやばいやろ、それ乗り越えんの。落ち着いて一撃、極
恐怖やって。まずは全体を見ていく。なんやこいつ。木も座りすぎやろ。医学者との引き、まずはダメージが通っていく。やばいって。さらにいい連続攻撃。傲慢で存在行きなさい。よっしゃまだある。まだいける、まだいける、まだいける。まだいけるよ。はい、回っていますね。まだいけるよ。よかったですね。傲慢分で存在感溜まり直すとクールタイムがリセットされるんですけど、この局面でよくそれを、ああ、ここで、ね、ここでそんなことあるやな。クールタイム戻るなんていうことをマジ存在感マックスである、なかなかないで。当てなかったな。いや、いいよ、いいよ。落ち着こう、落ち着こう、落ち着いて、落ち着いて、オッケー、オッケー、オッケー。肘当てないよ。肘当てないよ、肘当てないよ、肘当てないよ。どうする、どこで行く、どこで行く。いや、骨董師がまだ賞残して無傷なんよな。そうですね、しかも5代目がもう回ってるのがかなりきついですね。暗号機を守る展開というのは、ちょっとやばいな。いやー、ピピシャおるな。いや、解読回るな。骨董書とは逆方向へ、これはもう地下へ行かせないというようなカバーでもあったでしょう。はい、ラスト1台、現在 60%。 どうする、どう立ち回る。推進機がないんよな。取りに行かへんかな。推進機の枯渇も少し気になりますか。そうですね、あと使えて1回ですね、どこかで拾わなければいけない。分け取れたらな、分けでいいんやけどな。引き分けでいいんやけどな。傭兵ひじ当てない。水蒸気なくなる。心理学者、ただ確実に。ああ。時間は稼いでくる。受けた。水蒸気使っちゃうの？受けずにならないという一つ通電後の強みは出ましたが、サバイバー4人通電を達成してきました。マジで？ジジサバイバーや。水蒸気ないんよな。うわあ！すごい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 。やばい、この気持ちやばい。これはえぐい。これは決めれへんって普通の人は。あとは推進機の回収がしたい。推進機ない。推進機ない。推進機がない。推進機がない。届くか。推進機がない。推進機。歩いていく。歩いていく。推進機。70%。推進機がない。ゲートは開く。ロケットダッシュで一気にゲート前は肉壁のコット。強豪。サバイバーの勝利から前半戦はスタート。うわ、えぐいて。誰かがやられますか。三人必須。サバイバーがこの後狙われ続けると三人必須です。うわマジ？ここ三人ゲームぐわ。これ深夜ウマンに三人ゲしなあかんの？おいマジのラスボス来るって。めちゃくちゃもう無理やろうっていうデバフ抱えながらラスボスに挑むみたいな感じやん。推進機なかったなぁ。いや傭兵やばいって。板乗り越え途中のやつエグいやろあれ。そうラス1推進機巻いちゃってたんよなぁ。やっぱもうすごい緊張なんやろうね。もうラストの推進機使っちゃうあたり多分赤魔女さん普段あんなんせえへんと思うもん。もう心臓バックバックやと思うで。はいはい、もうどうしようどうしようって。いや、4人通電される。どうしよう。からの、あの神出鬼没を使える、アコを外さない。最後まで引き分けの目が残されてたんで。あの鬼没で。強気の鬼没よ。なかなか決めれへん鬼没よ。ラスト。うわ、シアウマいつも通りや。いつも通りすぎる。肌綺麗すぎる。もうあと一歩なんよ。GG 相手にあと一歩なんよ。もう一試合よ。ここまで楽しませてもらってるのはほんまにすごい。でもここで負けたら悔しいでしょ。目の前まで来てんねん。うわバンピック始まる。泣いても笑ってもラスト試合です。この試合で決まります。そうやな、この3番やな。もうアンはしゃあない。アンロー2キャラしゃあない。もう得意キャラ潰していこう。この3キャラダメや。さすがに無理。よしよしよし、いいいい、脳幹炭鉱。これこれこれ、これリジェクトやりたい編成。GG側には知られてます。連射とかちょっと嫌な。うわ。連射。うわ、ここで雲。久々に見ましたね、結婚者。うわ。うわ、中華街雲めちゃくちゃ強いんよ。アルフレさんが言ってたかな、幽閉ぶりの雲やったら中華街絶対分け取れるって言ってた。
右下鬼没よな。これ絶対 UK 振ってる。通電タイミングもむずすぎるわ。祈ろう、みんな祈ろう。この試合これで終わりや。もう十分楽しませてもらった。もうラスト行こう。クライマックス、ラストよ。リジェクト VS GG 最後の戦い。アイボリさんが見えてる。シンアウマの結婚者に3逃げを取りにかかるリジェクトです。どんな展開になっても最後まで信じよう。初めは少しお散歩から分からんよ。食べるターンの結婚者食いなくそ。このお散歩がうまいリジェクトに対して、お散歩してもデメリットそこまで大きくない結婚者というのは、はい、一つ相性関係でいうといいキャラクターをピックしましたよね。そうですね。そうなんよ、リジェクトの強みであるお散歩が生きひんのよな。なりそうです。いやがっつりチェイス人格ですよ。室外圏フライホイール。磁石は先ほど。うわ、まだ使わんのよ。うわ、もう丁寧やな、ここまで糸使わんのは。まだ深夜は我慢しましたからね。ああ、めっちゃ我慢してるわ、すげえ。我慢で対応、はい、やっぱり相手の加速を消すために磁石は使っていきたい。鬼没もたまったよ。そろそろ鬼没もたまった頃合い、動き出した深夜ウマ。まずは最初の3加速。上に行ったところ、加速でのダメージとなりました。次は1本、回収して、室外圏ハンターで距離を取っていく。フライホイールは残っている。が、ハンターには鬼没もある。一つの読み合いが生まれます。距離は大きくて確実にスタンを決めていきました。磁石当てる。鬼没フライホイール脳幹してる。結婚者は落ち着いて脳幹してるよ。なっています。伸びてる。いいスタン。当ててから動き出すか。雲糸を張って距離を詰めてくれ。フライホイールはある。よし、攻撃は一度空振り。早すぎダウンとなりました。脳幹はすでにされている。いかがですか、タクトさん。よく伸ばしました。いや、伸ばした。2分にたどり着きました。2分。これで解読もほぼ巻き込みはなかったので、2分です。十分に回ってると言ってもいいでしょう。4人数では目指せます。ここでは脳幹は脳幹しないか。鬼没を使わせてからというのが理想ですよね。そうですね。やっぱり鬼没は使わせたい。次のチェイス非常に重要です。T さんお願い。もう裏向きで帰れる時間にはなっている。T さんお願い。リジェクト気づいてます。T さん。糸吐きも警戒しながら。いいですね、ちゃんとオブジェクト間に挟んでますね。なんやねんその 0.5。 やばい。救助神シティの救助はよし、よく救助した。すごい、シティさん、シティさん、あなた職人すぎ。マジし、もうあなたもやばいです。仕事しかせへん。ただ鬼没を吐かせることはできない。なんで救助できるん。それそうですね、暗号機上げ切ったところに 0.5 ダメで耐えたぞ。その位置を調整できるかどうか、上がるかどうか、かなり際どいラインですね。上がれ。アイボリーの暗号椅子あるんか。いや、上がらんな。現在92、上げ切るのは難しいか。時間は目いっぱい使って。おっ、どうだタイミング。上がったタイミングですが、奥にあるわ。あー、あるな。いやー、無理。瞬間使ったよ。使って磁石は先置き。ただ雲糸はふんだんに残している結婚者。フライホイールを使って距離は取るものの、うまい。当たんのか。は通っていきました。えぐー、当てんのかよ。交換した時点でリジェクトの作戦は3人通電3人逃げ狙いだと思うんですよ。はい、っていうのもここに壁をまるで挟みに来てない。確かに壁挟みに来てない。さつ3人狙ってんのかこれ。なのでこの3人通電3人逃げ、それをなんとか達成してほしい。はい、問題はラオリーの姿捉えられたくないというところなんですよね。いや、捉えられたなですね。ラストやいとか溜まっていくね。どうする？特質がない。雲糸もあまり溜まりきってない。オーケーと。サバイバー3人通電は達成。この全員が脱出する必要があります。はい。やはり追うターゲットは。いや、ラオリーさんよな。ラオリー。糸がまだ69。脳幹視。やか早すぎる。装備が欲しいが。ダウンとなりました。それでも位置としてはかなりいい位置に見えます。ゲートまで。うわ、一番嫌な椅子。いや、ある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 。どうだ。ゲートは間もなく解放。このラオリーを守りながらゲートまで行けるか。早すぎる。に救助は糸ちゃんと残してんね。そして特質もクールタイムは上がるので瞬間移動があるということで。うわー。きつい。きつすぎる。近くする結婚者。そして間もなく特質のクールタイムは上がってくる。最後までもう行こう。
立ちはだかるこの壁、大きな壁を越えていかなければならない。さあいよいよ勝負の時、糸は枯渇してる。あーイボリーだ、ナイス救助。その裏で救助は成功。ただ三原則からうまい、脳幹はした、脳幹はしたが何か一つ、何か一つ手探りで可能性を探るしかない。ここで脳幹はできないですね、もう傭兵の救助にかけるしかないです。脳幹は選択せず患者を一度持ち上げて、ダメだアイテムを漁る時間がね、起きるタイミングというのもずらし、うわ糸溜まってくな、糸吐きはまずかわさなければならない。うわあ、ありました結婚者の強み、蜘蛛糸はただ枯渇した。その弱点をついていけるか、はい、チェイスにはもう糸使えませんからね。これで糸を引き止めるは残り8秒、救助はダメージを受けてくる。とりあえずダウン角取るか。前の救助は成功となりましたが、うわあうまいわ、あーようわーうまいわ、取ってきたし、あうま強いわ、あと一歩、あと一歩が遠い、高い、すごい強い、この人は今ここで魔法を見せてほしい。何かできる、最後まで行こうか、もう行くしかないな。もう持ち上げられたので傭兵の顔を描くこともできません、さあその姿捉えたシーン、アウーマン、うん、最後のワンオンワンとなるでしょうか。駆け出したらオリ、いやよくやったよ、ダウンとなりました。リジェクト世界制覇まであと一歩、あと一歩及ばず、3年ぶりの王座奪還。もうナイスゲーム、優勝は GG、 マジでナイスゲームや。再びその名を世界に、もうほんまにいい試合見せてくれた。ただもうてっぺんまで手はかけてたんですよ、かけてました、リジェクト、もう誇っていいよ、ここまでたくさんの方をありがとう、ここまでのゲームよ、見事な戦いぶりだった GG、 もうあと一歩まで行ってたんやから、王者です、これはもういい試合、じゃあ GG おめでとう、すごい強い、めっちゃいい試合やった、すごいわ GG、 もう文句なしでしょ GG の優勝は、全第五人格ユーザーが認める GG の優勝は。うわリジェクトがここ並ぶ姿見たかったな、元のメンバー、そして新しいメンバーと一緒に、すげえここまでやっても超えれんのか、いや第五人格って楽しいな。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、良ければコメントのほどよろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画で。バイバーイ。